なんでエリアルートはないの？に対するみんなの反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編へどうぞ。私はただ最後まで幸せなエリアが見たいだけなんだ。やっぱエリアルート見たいよな。月姫リメイクの次はステイナイトリメイクいかがすか？エリアルートでのそれぞれのマスターやサーバントたちの活躍を見たい。主にヘラクレスとかヘラクレスとかヘラクレスとか。確かにヘラクレスが最後の方まで生き残ってて、その上で仲間でって展開は見たい。よほどのことがなければ苦戦しないだろうけど、第5次はそのよほどのことが起きてるから、面白くなりそうだし。本来なら、セイバーリンエリア桜の順に徐々に聖杯戦争の裏側に移っていく予定だったけど、制作期間の都合でエリアルートはオミットされ、一部の要素は桜ルートに統合されたんだっけ？イリアに一番ドキドキしたからね、仕方ないね。日本人はみんなロリコ。もうロリコンでイリア。喋るぬいぐるみ、よし、解剖してみよう。ぬいぐるみにするなら平行世界の同一人物ではなく本人にするべきだよね。本人は選択したのはシロウよ、などと証言しており、さらっと眺めていたけれど拒否を許さない妖艶さで、って感じるのは恐れとかじゃなくてそっちなんですかシロウくん。ホローの霊のシーンでも、一目惚れの運命の相手なセイバーにすら、ある程度理性的にコメントしてるのにイリアだけは綺麗ではなくドキドキした、なあたりやばいですよ。15歳の見た目のセイバーに一目惚れしてる時点でロリコンなんだよな。シロウ17とかだし許したれ。身長的にはセイバーは当時でも13歳ぐらいの身長なんです。でも、イリアはアウトでは？18歳、身長体重はだいたい9歳、なんでセーフ、少なくともリンや桜と違って法には触れない。このゲームの登場人物は、イリア、ドキドキした、セイバー、一目惚れ、リン、憧れ、桜、大切な親友の妹、フジネイ、日常、だから、機能美的な美しさが好きなのかもね。成長したアルトリアさんならドギマギすることもなかった？これにドギマギしないのはマジでヤバいやつ。え？土蔵の入り口で馬に乗りながら、運命構図するランサーアルトリア？むしろフェイトルート終了直後に帰ってきたら大変楽しそう。まあ男性から見てもかっこよいと思える部類の人だよな。と思ったら太もものあたりが際どかった。イリアエンドの要望が絶えない理由の一つよね。シロウがイリアに続婚というのは、いつか月姫みたいにリメイクされるかもしれないしその時に期待しよう。俺はいつまでも待つよ。でもどんな展開になるのかは気になるよね。みんなはどういう展開になってたと思う？ラスボスが桜になるんだっけ？あと寿命とかは大丈夫かな。イリアルートだとどうしてもビターエンド系になりそうな。生まれつき短命なのをなんとかしないと、遠からず死別してしまうしな。イリアってシロウの壊れた人間部分にはあまり触れてないよね。ルート入ることでその辺も見れたりするのかな。天の衣をまとったパーフェクトイリアかも最後だけでなく、セラリズも交えてもっと大きな話になってたのだろうか。妹として振る舞うけど、ちゃんと姉をしてくれるイリアにドキドキしないシロウなんていないよ。フジネイのことも考えると、シロウは姉属性に弱いんじゃなかろうか。ヘブンズフィール2章で、まさか、イリアダイブを見れるとは思わなかった。ヘブンズフィールは当時イリアルートと言われていた。イリアいつも死んでんな。ディーン版では生きてたし。イリアとシロウが一緒に暮らせるルートはないんですか？確かイリアボディの耐久年数って短めで長生きできないんじゃなかったか？それ鑑みるとまあプリア行くしか。イリアにお兄ちゃんしたりお姉ちゃんされたりしたい人生だったはよホロウ。可愛い面ばっかり強調されて、初登場の時は首を跳ねてからおかしなさいとか言ってたことはとても思えませんね。イリアに一番ドキドキした、したい。アンリマユはロリコン、つまりロリコンは絶対悪。違うぞ、アンリは無職の存在だから完全にシロウの性癖だぞ。つまり正義の味方はロリコン。あらゆる可能性を集めてるから、後日談でもそういう言動が出るのが証明されてしまったし。振り返ってみるとディーン版って欲張りセットよね。まあ他のルートアニメ化するなんて思わんしな。フェイトルートだけだと活躍せずに消えるサバとかいるし、見どころも作りたかっただろう。ルート通りにやるとアサシンいつの間にか死んでるとかあるから仕方ない。ただでさえ複数のルート欲張りセットなのに、バーサーカー VS アーチャーをがっつり変えて、河合健二の笑みや流して、格欲3連オーバーエッジまでやるという超豪華っぷり。
最初で最後のアニメ化のつもりだったからな。制作側も見てる側も。当時は大人気とはいえ所詮エマルゲだったしな。ヘブンズフィールでしっかりイリアも報われてるし幸せになってると思うんだが。報われて幸せかもしれないが悲しいことには変わりない。じゃなきゃ、舞台挨拶で舞があんなに涙ぐんだりしない。イリアが実は姉ってのは10年くらい前じゃ、フェイトのネタバレの中でも費用みたいな感じだったのよね。ヘブンズフィールは桜ルートでありイリアルートである、異論は認めない。劇場版は桜、イベント全回収、選択肢全正解、イリア、イベント抜けあり、選択肢全正解、ことみね、フラグ未回収で個別ルート入れず、という、感じ。キノコ本人が本当は4ルート作るつもりだったけど、3ルートになったから桜ルートにイリアルート要素入れたって言ってなかったか。納期の問題で4ルート作るだけの時間がなくなったから桜ルートにイリアルートをまとめた。ヘブンズフィールがクソ長いのはそれぞれのルートで明かすはずだった謎や展開が入ってるからだな。ヘブンズフィールは情報量多くてわかりづらかったなぁ。ただ、イリアルートは素人陣営強すぎワロスで、フェイトの魅力である絶体絶命からの逆転劇がやりづらいのも、断念した理由かなと勝手に想像してた。その辺はギルの全力で調整するつもりだったのかなと思う。イリアルートがなくなったことでどのルートでも全力出さないことになって、それが後々のキャラにまで影響した、とか。桜ルートとイリアルートが途中までほぼ同じで、先にイリアルートでエリアを救ってからの、最後に桜を救いに行く展開の予定だった。ヘブンズフィールってルートタイトル自体が、イリアというかアインツベルン関連の単語だし、これもともとイリアルートのタイトルだったんじゃって気すらする。